こんばんは、ヨッシーです。本日は50代身寄りのない私が家を見つけるまで第30弾です。新潟から、えー、富山に移動しました。新潟では農、えー、町というところに2日間いました。えー、そこの、えー、宿で、お世話になった宿で実は3つ夢が叶っています。 詳細を載せておきますので、気になる方はご覧ください。また、そちらの宿でヘルパー様募集されているとのことですので、合わせてそちらの方も、詳細見て気になる方は問い合わせてみてください。また、そこのオーナーの方が、その町に移住を考えられている方向けに、今すぐではないかもしれないんですけども、 まあ、お試し期間を設けて、えー、考えていただけるような、えー、そういった、あのー、場所を提供していきたいというようなことも話されていたので、合わせて、えー、考えてよかったら、うん、そこに直接遊びに行ってみてください。えー、それでは、えー、即興いたします。夢って忘れた頃に叶うって言うけどなんで それはね、忘れた頃っていうより、肩の力を抜いて、人生を本当に楽しんでる時にこそ叶うのよ。そっか。だから、一瞬一瞬をこれからも楽しんでいきましょう。お母さんはそういった、 みんなも、今日も笑顔で過ごせていますように。みんなになだれのごとくたくさんの幸せが訪れますように。ご視聴ありがとうございます。それではまたよッしーでした。バイバーイ。